どんどんバンドが激しくなってきました。なんかね、俺も若干聞こえてる。ですよね。とどまるところを知らない。それさ、はい。最後のところだけだったら、さっきのテイクだったら、はい。C から D は多分、俺と上手に弾いてるかも。あー、なるほど。うまいとこ、切れたらって感じですよね。そうだね。でも今の感じすごい良かったので、じゃあもう一回お願いします。はい。お願いいきまーす。はい。入っちゃったんですかね、これは完全に。よし、行きまーす。あー、ブレイクでした。まあいいです、行きます。同じとこからじゃあお願いします。どんどんあのベースの人が多分どんどん原因を上げてます。これ系統別ですか？俺たちの部屋も落ちません。あ、明日本番なんですかね、このバンド。気入っちゃいましたね、なんか急に演奏のきっと。そうだね。それはやるでしょうけど、ね、もう平日のこんな時間にリハ入ってるんですから、きっとまあここぞとばかりですよ、もう。日曜の昼間だったらまだしも。これは趣味じゃねえ。趣味じゃないですね。あ、行きまーす。はいよ。どこまでいけそう今の。多分 C は使えないからって感じです。ああ、サビは2サビ良かったと思われます。ちょっと B が A は良かったよね。 A すごい気が入ってましたね。 B から聞いてみようか。はい。大丈夫だと思います。了解です。2分ぐらい休めますか。うーん、そうだな。時間は、あと30分ないぐらいです。行こう。はい。ごめん、ちょっとね、一瞬グッて出ちゃったんですよ。出ちゃったんですか。今のところからもう一回。はい、お願いします。もう一回かな。もう一回言っておきますか。わー、どんどん音がちょっとあれが、ちょっと周りの音厳しい。こっち降りちゃったら変。もう一回お願いします。あ、すいません、もう一回お願いします。はい。じゃあ、いいと思います。
はい。今の一番良かった気します、今までで。あ、すいません、今の一番良かった気します。ちょっと聞いて、ちょっと聞いてみます。良いのではないでしょうか。ダンダラカツカーン、いい入りって、それは後でそっちでずらせそう。あ、でもこれぐらいの、あの後ろだったらそんなに僕は気になってないです。あ、オッケー。はい、したらそのまま落ちサビの抜けのところからラストサビやって、じゃあもうこれで終わりにしましょう。次でお願いします。